はい、ということで皆さんこんばんは、トランペットです。ここは東京駅9番線10番線ホームです。この日は2021年の3月12日 JR グループダイヤ改正の前日です。この日をもって185系、215系の定期運行は消滅することになります。今回は185系本当の定期列車最終運行、湘南ライナー17号に乗車いたします。グリーン車は自由席のため長蛇の列ができております。警笛を高らかに鳴らしまして、185系最後の定期列車が東京駅に入線してきました。夜遅い時間帯ではありますが、185系の最後の雄姿を見届けようと多くの人で東京駅に賑わっております。到着の列車は28時30分発湘南ライナー17号小田原駅です。湘南ライナー号として運行いたします最後の列車となります。この列車が湘南ライナー号としての最後の列車となります。ご利用にはライナー券またはグリーン券が必要となります。ご利用の際にはライナー券またはグリーン券が必要となります。61年11月1日のダイヤ改正にて運行を開始いたしました。運行開始当時より現在停車中の列車185系が使用されまして、多くのお客様にご利用いただきましたところから、1992年、平成4年のダイヤ改正より、ホール2階建て車両の215系が導入をされました。昭和、平成、令和と30年以上にわたり、多くのお客様と共に歩みを続けてまいりました。その間には、東日本大震災や、現在のコロナ禍の状況など多くのことがございましたが、今日まで走り続けることができましたのは、ご利用いただきました多くのお客様のおかげです。本当にありがとうございました。来週3月15日からは新しい特急湘南がデビューをいたします。駅伝とチケットレスサービスなど、よりお客様に利用しやすいサービスを実現してまいります。スタート新しい東海道線特急にこれからもどうぞご期待ください。さて、今回グリーン車に乗車しますが、事前にグリーン券の発券や確認を係員の方にしていただいたので、係員の誘導のみで改札は省略されます。では順次ね、車内に入っていきたいと思います。E257系では設定がなくなります5号車のグリーン車に乗車いたしました。さて、185系特別車両のグリーン車ですら窓が開くんですね。壁は木目調になっていて、絵画が飾られておりまして、少しだけ上品な雰囲気は、出ております。ドアコックを日常的に操作する光景も見納めとなります。そのため係員さんも、名残を瞬間のようにね、乗客の私たちに撮影を進めておりました。ついに東京駅を発車いたします。185系最後の定期列車です。
東京駅でたくさんの人々にね、最後の定期列車の運用見送られまして、185系自身も、大変幸せ者だったと思います。最後の最後でね、このように華々しく、発車できたことを大変嬉しく思います。酸っぱく言っておりますが、令和時代の首都圏の駅に当たり前に来ていた国鉄型もこの3月12日限りで定期列車として最後となりました。いつものように聞こえた発車メロディーも、最終日のためか少し寂しげに聞こえてきました。さて、特別車両のグリーン車では、静かというのが、ね、売りになる、車両も多いかと思いますが、185系はその逆です。モーターがついてなくても豪快なモーター音が聞けます。神奈川県第2の都市川崎駅を通過しております。これも湘南ライナーならではです。185系同士のすれ違いもこれで見納めです。神奈川県の県庁所在地代表駅でもあります横浜駅を通過しております。特急列車ではなく制度上の普通列車で体験できるのも今日が最後となりました。湘南ライナー17号日付をまたぐ唯一の湘南ライダーだったんですね。少し容疑者の、旅の気分を味わえるかと思います。さて、崎陽軒では予約制の記念弁当が販売されておりました。こちらネット予約かなり瞬殺だったので、かなりね、予約するのかなり苦労しましたけれども、かなりこれはこだわりのお弁当だと思います。中身も踊り工房の車体や沿線地域のね、ものなどかなりこだわった名物が入れられております。崎陽軒の醤油入れのひょうちゃんもね、おまけでオリジナル版として入っていたので、これはかなりいいお弁当だと思いました。ニューデイズでは185系引退記念の飲み物としてブルボンの天然水と宝缶チューハイがオリジナルパッケージとなっておりました。藤沢駅ではニューデイズの姿になった大先輩80系電車にね、見送られながら発車しております。ラストランではありましたが、途中駅までの利用者も多くありまして、1列貸し切り状態になるほどね、空席になることもありました。終始グリーン車が満席になることを覚悟していましたので、この状態はちょっと驚きでした。さて、構図を発車です。これで途中停車駅は最後となりまして、この発車した時点で乗車はできなくなりました。これで定期列車はもう乗客を降ろすのみということになりました。ありがとうございました。まもなく終点の小田原
日本一遅く到着するホームライナー湘南ライナー17号は0時45分40年の時を経て終着駅の小田原駅に到着いたしました。まあ、ここまでね、さまざまな歴史があったかと思いますが、この終わりのね瞬間に立ち会えたことを私は本当に幸せだと思いました。185系の一番列車は普通列車の運用となっておりましたので、歴史の始まりと終わりが普通列車で締めるということになりました。遅れることもなく無事に定時で小田原駅に到着したのは本当に素晴らしいことだと思います。さて、降りたくないですけれども、定期列車のラストラン、一歩ホームへ踏み出したいと思います。皆さんね、名残を惜しみながら、降りていきます。もう本当に降りたくないなっていうのがね、これ外から見ててもわかるかと思います。降りてからも名残をね惜しむかのように、見届けております。さて、到着ホーム5番乗り場の電光掲示板では湘南ライナー下り最終列車ということで感謝のメッセージが流れておりました。これも JR 東日本らしい演出だと思います。さて、185系ついに定期列車運行を終えましたけれども、伊豆方面の観光輸送や首都圏での通勤輸送、さまざまな人の思いを乗せて40年、本当にお疲れ様でした。ということで185系の定期列車ラストランに乗ってきたということでね、最後までのご視聴誠にありがとうございました。